アンドレグライペルは、ドイツロストック出身の自転車競技選手。2006年、T モバイルに移籍。2008年、ジロでイタリアに出場。しかしこのジロ限りでマーク、カベンディッシュと共に、同チームから出場。2009年、ブエルター・エスパーニャで並みーる競合スプリンターたちを抑え、ポイント賞特間4賞を獲得。2011年、 チーム HTC コロンビアでは十分な機会が与えられないことを不満に思い、オメガファーマロットに移籍。同年、初出場したツールドフランスにてカベンディッシュを破り、第10ステージで優勝。2012年、ツールではカベンディッシュに加え、スロバキアの超新星、ベーター・サガンとの区間争いとなり、3人の中では最年長ながら区間3勝を挙げた。2013年は、 ドイツチャンピオンとしてツールに参戦。序盤のスプリントステージで昨年の三つどもえ合戦になり、第6ステージでサガンを抑えて優勝。しかし、その後のスプリントステージでは同胞の若手マルセル・キッテルの後陣を廃し続け、結局区間一勝に終わった。2014年ドイツ選手権を連覇し、臨んだツールでは、 昨年大ブレイクしたキッテルに苦戦するも、キッテルがトラブルで遅れていたとはいえ、第6ステージで意地の勝利を挙げた。2015年はジロに出場。マイケル・マシューズやエリア・ウィビアーニラ若い世代が活躍する中、第6ステージで優勝。その後、ツールに備えリタイア。ドイツ選手権3連覇とはいかなかったが、ツールでは最初のスプリントステージである第2ステージで、 サガンをわずかにかわして優勝。念願のマイオベールに袖を通す。第5ステージでも、サガンの猛烈な追い上げを封じて2勝目を挙げる。ピレネーサンムヤクステージを終え、久々のスプリントステージとなった第15ステージでは、サガン、アレクサンダー・クリストフ、ヨーン・デーゲン・コルプの追撃を抑え3勝目を勝ち取る。そして、スプリンターが、最も欲するタイトルの一つであるパリシャン・ゼリゼの、 勝利を目指し最終第21ステージへ、ブリアン・コカールの急激な猛加家族をも抑え、区間4勝シャンゼリゼでの勝利を飾り、グライペルにとって最高とも言えるツールとなった。2016年は昨年と同じくジローとツールに出場。ジローでは中盤までにポイント賞ジャージと区間3勝を獲得していたが、昨年同様ツールのためリタイア。 ツールでは復活したカベンギッシュやロンドファン・フラーンデレンを制した校長、サガンの前に苦戦。しかし最終、第21ステージでは2年連続で優勝し、なんとかグランツール連続出場ステージ優勝記録を更新した。2017年は100回記念大会となったジロに3年連続出場。しかし、コロンビアの新生フェルナンド・ガビリアの強さに屈し続けるも、 第2ステージで優勝し、1日だけながら、初めて、マリアローザを着用した。ツールでは、好調なキッテルの力に、グライペルだけでなく他のスプリンターたちも圧倒されて、北が、トーヌキッテルが、第17ステージでリタイアしたため、シャンゼリゼで3年連続優勝を狙ったもののディラン、フルーネベー編にわずかに届かず、区間優勝なしのツールとなった。それと同時に、 グランツール連続出場ステージ優勝記録が12で途絶えた。強力なスプリント力を持つ典型的なスプリンタータイプの選手。チーム HTC コロンビア在籍時代の2009年にはチーム内2位の20勝をマークし、チーム内1位の26勝を挙げたマーク。カベンディッシュと並ぶチーム HTC コロンビアのスプリンター2枚看板として、ステージレースにおける区間優勝ハンターとして、 活躍していた。リドレーの製品開発にも協力している。初出場したツールドフランス2011にて、パリルーベ2012にて、ロンドファンフランデレン2013にてツールドフランス2015にてツールドフランス2016。ありがとうございます。